キツケン。はい、いつじコーヒーの森です。本日はこちら、繰り返し使える理念のフィルターをやっていきたいと思います。で、理念っていうのは麻のことなんですけれども、麻の繊維で作られたフィルターです。ちょっと開けてみます。はい、こんな感じです。で、麻のフィルターでこう太陽に透かすと透けてしまうぐらい目が粗いフィルターなんですね。で、手触りもあのステンレスフィルター、あのメッシュのステンレスフィルターみたいな手触りなので、もしかしたら結構ダイレクトにですね、オイルとかが落ちていくようなフィルターなのかなっていう印象を受けます。で、このフィルターは着色されてるんですけれども、こちら柿渋で着色されてます。で、柿渋は抗菌作用があるので、すごく物持ちが良くなる。で、このフィルターだけで500回ぐらい使えるっていう、そういう商品みたいです。すごくこのリネンのフィルターってメリットがあって、あのネルと違って濡らして保管しなくてもいいみたいなんですよ。なんでこういうのがついてて、干して乾かしておける。なのですごくお手入れが楽っていうメリットがあります。さらにですね、普通のこういったドリッパーが使えてしまう、こういう感じですね。ですごくなんかおしゃれな感じもしますし、手軽に使うことができます。で、塩水じゃなくて、台形使ってる方もちょっと下折るとフィットして使えるようになります。なので誰でも使いやすいいいフィルターだなと思いますので、あとは味だと思いますので、これから入れてみたいと思います。ではスタートします。はい、では入れていきたいと思います。リネはあらかじめ湯通ししておきました。熱湯でまあ1分ぐらい煮出す感じでいいと思います。今日のコーヒー豆はマンデリンのピベリを使っていきたいと思います。で、少し粗めに引いて、リネのこのフィルターの目にですね、合わせていきたいと思います。少し温めます。はい、お湯の温度なんですけれども、お湯の温度は今日85度に設定してみたいと思います。まあ、少し低めに設定して溶解度を下げて、まあ、どれぐらい微粉が落ちていくとかってそういう情報がわからないので、ちょっと苦みを抑えたいなっていう狙いでございます。はい、では入れていきたいと思います。まあ、蒸らしはいつも通り20秒ぐらい入れて、ゆっくりと落としていってみようと思います。はい、では続きまして台形で入れてみたいと思います。この角を少し折った状態でセットします。意外とこうストレスなくしっかりとセットできるのでいいかもしれないですね。豆は抽出温度は同じでいきたいと思います。
ておりました。はい、入れ終わりました。では実際に飲んでみたいと思います。こちらが塩水で、こちらが台形です。飲んだ感じですね、どちらも共通して言えるのはすごくですね、コクがあってボディがしっかりしているっていうところですね。で、そのボディで少しこうとろみを感じるので、同時にですね、甘みみたいなものもすごく感じます。すごくいいコーヒーだなと思います。で、苦みがですね、少しこう普通のペーパーフィルターで入れた時よりも多少強調されるかなという印象があります。その嫌な苦みではなくて、なんて言うんでしょう、少しこう素朴な感じの苦味だと思います。上品でさらっと飲めるコーヒーというよりは、どこかこう懐かしいような、そんなコーヒーっていう印象を受けます。今日は、コーヒー豆の量が 12g で、落としたお湯の量が 140cc ぐらいでやっています。で、ゆっくりゆっくり落とそうと思ったんですけれども、前評判でですね、結構リネンのフィルターはスル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 落ちていってしまうよっていうレビューがたくさんあったので、ちょっと注意したんですけれども、実際使ってみるとそこまでですね、スルスル抜けてしまうというような印象は少なくて、ストレスなく抽出できたかなと思います。それぞれですね、1分30秒ぐらいの抽出時間になっているので、適正かなと思います。ただ今回は深入りを使っているので、その分子間力が少ない、例えば浅入りのコーヒーとかを入れた時はちょっとこうスルスル抜けてしまうような現象が起きるかもしれません。それはペーパーでも起こるので、おそらく起きるんだと思います。なのでどちらかといえば、深入り向きのフィルターなのかなという印象はあります。今日は塩水と台形それぞれ試してみたんですけれども、どちらもですね、大きく差があるというようなコーヒーではないんですけれども、若干なんですけれども、意外とですね、台形のフィルターの方がさらっとした印象を受けます。ただ繰り返し何でもこうやってるわけではないので、今回たまたまっていう可能性もあるんですけれども、少しこうボディとかその奥行きに関しては塩水の方が出たかなと思います。少しですね、台形と塩水の特徴として、こう層がですね高くなる、塩水の方が層が高くなったりするので、もしかしたらその辺りが影響したのかなという考察ぐらいはできますかね。はい、じゃあそんな感じでしょうか。ぜひですね、リネンフィルター繰り返し使えて、とてもおしゃれな雰囲気で入れることもできますし、寝るより手軽で保存もしやすいですし、値段もですね、そんなに高くないフィルターですので、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。それでは今日はこんなところで失礼いたします。